皆さん、こんにちは。稲田すいです。あれ？あるんだ。本日も親子プラやっていきたいと思います。でですね、お家を作るのに材料を少し用意しておきました。こちらですね。こっちに、カシの木が64個バンスタッフ。おー、すごい。白樺の木が64つスタックとプラス10個ですね。で、あと頭皮の木が42個。あと丸石が4スタック用意しておきました。ということで作ってください。はい。こうやって土がいっぱい置かれるよ。ダメだろ。じゃあ、上と下だけあんだから。
スはでも普通のあれだよ、板ガラスじゃないやつじゃなきゃできないの？書いてあるけど、そこから板ガラスにするなら勝手にせやってことか。おいこら、あーもう板ガラスにしてまったがだもん。今日コップ1個全然足りるし、ガラスの方を知らなかった、切り方は知らなかったです。私、三角屋根ってこういう系の三角屋根じゃないかって思って、ママが求めてる理想の三角屋根はこういう三角屋根だろうなって思ってて、私は、で、できたらこういうのとかいい、はい、ということで2時間にわたる家づくりでございました。こんな風にお家は完成いたしました。この間にね、こちら畑もでき、お家の周りに今日ぬかばりっていうの道ができました。うん、道もできたし、家の周りになんかこうおしゃれできました。あと、ちゃんと本とかも釣りでいろいろ釣れました。イエイ。あ、雲どこ、ここだけかわいい、かわいいやん、会話終わりにしたいと思います。次回はどうしましょう。食事行こうかな。準備、準備しは裏でやって食事行こうかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。